皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はチャムスのフルスナップハリケーントップです。こちらですね、あの名作のハリケーントップの、フルボタンタイプのデザインとなっておりまして、非常にね脱ぎ履きしやすいアイテムとなっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。まずねチャムスというブランドを簡単にだけご紹介していこうと思うんですけども、こちら1983年アメリカのユタ州にてリバーガイドをしていた創業者がサングラスを落とさないためにメガネホルダーの必要性を感じ、オリジナルリテイナーを作ったことがきっかけとなり誕生したブランドとなっております。全ては一人のリバーガイドのひらめきから始まった。オリジナルリテイナーが誕生してから35年、チャムスは日々の生活の中にこんなアイテムがあったらいいなを形にし続けているブランドとなっております。続きましてこちら素材の特性をご紹介していこうと思うんですけども、高品質で丈夫な素材のコットン USA を採用しておりまして、インレイと呼ばれる中糸のない編み技法を使用して柔らかな風合いと気持ちのいい肌触りを実現しております。温かくてリラックスしてくれる着心地っていうところがね一番魅力的な部分かなと思います。ゆとりを持たせたボックスシルエットにスタンドカラーが特徴的な1枚となってて、前目頃にはポケットがついてる感じですね。1枚でもレイヤードスタイルでもボタンを外してちょっと羽織るようなカーディガン感覚でも着回し力抜群のアイテムとなっております。でこちら実際着用してるんですけども、163cm54kg で今 L サイズを着ております。まあ僕の身長でしたらこのぐらいのサイズでしたら結構ねゆったり着れるような感じとなっております。まあ本当にね開けてきてもそんなにこうガバッと広がるような感じもなくて、まあ程よくこうゆったりしてるような感じの印象ですかね。ただね気をつけてほしいのはやっぱりねそんなにこうサイズを上げてしまうと結構やぼったい印象にはなりやすいですので、まあ、なるだけもうジャストサイズを選んでいただくだけでもう十分ゆったりお使いいただけるアイテムかと思いますので、その辺のねサイズ選びの参考になれば非常に嬉しく思います。こちらのねオートミールの色もねすごくコーディネートしやすくて、真っ白ほどこうパキッとしないですので、非常にこうレイヤードもしやすい感じのカラーかと思います。袖口のリブはねそんなにこうきつくないので程よく締まりがあるような感じで、むしろちょっと緩いぐらいの感じですかね。裏地に関しましては全て裏肝となっておりますので、非常にねこれ1枚でも暖かい感じでお使いいただけますし、真冬はねこの上にベストであったり、まあ、もちろんねアウターを羽織っていただくこともできるっていうところもね非常にこう使い勝手の良さっていうところはあるんじゃないかなと思います。アームホールも結構ゆったりしてますので、中にね結構分厚めなものであったりちょっとゆったりしたものを着ていただいても全くもたつきなくお使いいただけるかと思います。でこちらがブラックの方ですね。これもね本当に定番的なカラーで非常に使い勝手はいいんですけども、ブラックに関しましてはこの襟の部分であったり前立ての部分はね同系色になってますので、非常にねこう落ち着いた感じ感じの印象っていうところが、個人的にはあるカラーなんじゃないかなと思います。まあ一つね黒のデメリットを挙げるとすると、やっぱりねちょっとホコリが目立ちやすいっていうところは、正直あるかなと思いますので、まあそういった部分はねちょっとコロコロとかこまめに取っていただいた方がいいのかなと思います。でこちらが着用が M サイズを着ております。まあ僕の体型でしたらもうこれで本当にねちょうどいい緩さの感じっていう印象ですかね。着丈に関しましてもこのぐらいでしたら程よくスッキリ感もあるような、イメージですね。まあ、止めて着るとね結構収まりも良くて、止めて着るとね本当にスッキリとした印象もさらに強めてくれるような感じかと思います。もう本当にカーディガン感覚で使えて程よくねこうカジュアル感もありますので、非常にねコーディネートの部分では、取り入れやすいアイテムかと思います。裾の方にはねチャムスのおなじみのブービーバードのロゴが、施されておりますので、まあ、ちょっとしたねデザイン性もあるような感じですかね。まあどっちかというとかっこいい感じよりかは少しこう可愛らしい目な、印象のあるカーディガンかと思いますので、まあ、そういった部分もね大人の方でも、本当に落ち着いたデザインとなっておりますので取り入れやすいんじゃないかなと思います。でこちらがネイビーの方ですね。まあ、ネイビーになるとね先ほどのグレーと同じで襟の部分と前立ての部分は白色になります。結構ね個人的にはねここの配色といいますかね、このツートンのカラーのコントラストというところが結構強く出ちゃうと少しね可愛らしい印象がより強くなっちゃいますので、特にねグレーはそんなに感じないんですけども、ネイビーはねちょっとそれがよりこう強く出ちゃうかなと思いますので、ちょっと個人的には苦手な感じのカラーとなっております。サイズはねこちらは L サイズを着ておりますが、まあ本当にねこのぐらいでもまあまあ緩いパンツでしたら全然許容範囲な緩さかなとは思いますが、まあスッキリ感を求める方は、しつこいようですけどもジャストサイズを選んでいただくのが一番いいかなと思います。身幅に関してもアームホールに関しましても結構ねもともとゆった
ったりした作りとなっておりますので、無理にねワンサイズ上げたりとか、そういうことはしなくても全然ゆったりお使いいただけるかと思います。またねコットン 100% ですので、ガンガンこうお洗濯もできるっていうところ、気兼ねなく使えるっていう部分に関しましては非常に、メリットな点かなと思います。結構ね中にシャツとか入れてもね、このスタンドカラーですのですごく首元がこう綺麗な印象でまとまってくれますので、そういったねこう着こなしをしていただくことで、よりねこうカジュアルなアイテムなんですけども、こう少し綺麗めな感じの印象っていうところもしっかりと与えることができますので、まあいろんなねこうインナーであったりパンツの太さであったりっていうところでだいぶ印象は変わってくるような、アイテムとなっておりますので、まあその辺はねお好みで、スタイリングしていただくのも楽しみの一つかと思います。はい、で続きましてグレーの方ですね。まあこれがね本当にまあなんか一番定番的な感じの印象なカラーなんですけども、さっきのねネイビーに比べるとまだ全然個人的にはね抵抗なく着れるようなカラーリングとはなってるんですけども、まあ本当にねこうグレーのスウェットっていう感じの印象には少しなりやすいですので、その点につきましてはねちょっとこうコーディネートで気をつけていただかないとっていうところは正直あるんですけども、まあその分ね非常にねこうスタイリングしやすくて、パンツもインナーもこう選びやすい感じのカラーとなっておりますので、使い勝手はね非常にいいかと思います。でこちらも同じく L サイズを着てるんですけども、まあ黒とのね相性は非常にいいですので、まあ本当にグレーに関しましてはちょっと濃いめなパンツと合わせていただくのが一番まあ無難と言ったら言い方はあれなんですけども、まあ間違いないコーディネートができるんじゃないかなと思います。個人的にはね全部開けて着る着方っていうのも全然いいかとは思うんですけども、まあねちょっとこう止めて着ていただいた方がなんとなくこう雰囲気もよく出るんじゃないかなと思います。どうしてもねちょっとこうなんかテープの感じが少しね抵抗があるような印象ですので、もう本当にこういったちょっとこう止めて着ていただくような感じで、まあチェックのシャツとか中に入れていただいて、まあそういったところでねちょっと色目を出して差し色で使っていただくと、またね雰囲気もちょっとワンポイント作れて、また違った印象でお使いいただけるんじゃないかなと思います。結構ね秋冬はもちろん使えるんですけども、春先もお使いいただけますので、そういった部分でもねしっかりと1年通して使える頻度っていうところはわりかし長いかと思いますので、まああったらねそこまで流行り廃りが強いアイテムでもないですので、まあ、重宝することは間違いないんじゃないかなと思います。またね結構コスパも良くてお値段も税込みで9680円と、まあ、1万円切ってるっていうところもね一つポイントかなと思います。まあ、今回ねご紹介してきましたオートミール、ブラック、ネイビー、グレーとこの4色あるんですけども、個人的には一押しはやっぱりオートミールですかね。もう本当にねこの色目っていうところと合わせやすさっていう部分を含めて、まあこのね襟とこの前立てのカラーリングの配色もそこまで強くないっていう部分を含めて、オートミールが個人的には一番おすすめなカラーとなっております。はい、ということでですね今回ご紹介してきましたチャムスのフルスナップハリケーントップですね、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またねこれからアウターもどんどんご紹介していこうと思いますので、そちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。ということで次の動画までまたさようなら。